酒造りの材料はこんな店を回ってから決めるのか。待ってくれ、名高い栄誉騎士、そしてテイワットのガイドパイモン、どうか手を貸してくれないか。うわ、オイラをそうやって呼ぶやつが現れるなんて、とうとうオイラの称号も世間に広まり始めたんだな。待てよ、お前なんだか見覚えがあるような。そう、僕はセピロス騎士のベルンハルト、ヘルター隊長率いる後方支援部隊に属している。最低限の礼儀として、まずは君と十分な友好関係を築くべきだとは思ったんだが、時間がなくて、この通り厚かましくお願いしに来た。今回のチャリティーショップを救うために手を貸してほしい。チャリティーショップ、確かジン団長が言ってたよな。何かトラブルでもあったのか。実はセピロス騎士団は武流祭期間中に出展を計画していて、厳しい環境で暮らす子供たちやお年寄りのために屋台の収益をチャリティー活動に使う予定なんだ。担当者は抽選で決まるんだが、たまたま僕が選ばれた。そこでチャリティーショップを成功させるためにいろんな人に相談に乗ってもらっていたんだ。ただ僕は普段倉庫での作業と運送の仕事ばかりやっていてね、何を売るかでさえ頭を悩ませていたのに、ましてやお店の経営なんて。だから君たちの手をぜひとも貸してほしいんだ。そうそう、そんなにかしこまらなくてもいいんだぜ。つまりモンドの子供とお年寄りのためにチャリティーショップをやるってことだよな。すっごく立派なことだと思うぞ。それにこいつは栄誉騎士だし、オイラも騎士団とは付き合いが長いからな。協力してやる。本当か？ありがとう。じゃあ早速手短に説明しよう。イベントが始まる前に、まずはお店を運営するための基本資金となるブリューゼリーを用意する必要があるんだ。近隣の酒造業者に酒造りの材料を売ればブリューゼリーがたくさん手に入る。他にも一部外国のお客さんの中にはブリュー祭の期間中に飲み物を大量に仕入れようとする人がいる。そういった人たちは注文を手伝ってくれる代理人を探していてね、長期的な協力関係を築くためにもこの類のお客さんは気前がよく、酒造業者と価格の交渉をする余地もある。その差額が僕たちへの謝礼になるんだ。しかも同額のブリューゼリーと交換することもできる。つまりオイラたちの仕事は酒造業者にお酒作りの材料を提供することと、外国のお客さんのために値切りをすることだな。なら思ってたよりも簡単そうだぜ。お、本当か？それはよかった。実はすでに依頼が来ていてね、スメールのシェバマさんの注文でバケーションサイダー50箱だ。そのドリンクはゲオルグさんが店主をやってるエンジェルズシェアの屋台で買える。ゲオルグさんは優しいんだけど損をしたがらない。ゲオルグさんの気分を損ねないように価格交渉の時はよく考えてくれ。僕は引き続き屋台の準備をするよ。十分なブリューゼリーが用意できたらまたここに戻ってきてほしい。それと屋台に必要な材料は僕が用意するから気を使わなくても大丈夫だ。すでに仕入れ先へは連絡してある。資金の準備ができ次第材料を送ってもらえる予定だ。よし、手分けして行動開始だ。屋台の準備はお前が、資金調達はオイラたちに任せろ。ああ、二人とも助かるよ。ゲオルグさん、こんにちは。オイラたちシェボマさんの代理人でバケーションサイダーを50箱注文したいんだ。ああ、シェバマさんか。うちの常連客だな。注文の数はいつもと同じようだが、単刀直入に行こう。今年はいくら出すつもりだ？
その値段、少しばかり厳しいが、窮地の中ということで飲んでやろう。いつも通り直接シェバマさんの店に届くよう手配する。安心しな、この領収書は忘れず保管しておけ。よし、資金調達を続けようぜ。なるべく早く十分な量のブリューゼリーを集めよう。方法は自由、十分な資金を集められればいいってベルンハルトが言ってたよな。外国のお客さんからの注文が入れば謝礼がもらえる。そうすれば酒造業者にあんなたくさんの材料は売らなくて済む。でも念のためひとまず他の酒造業者を調べてみようぜ。酒造りの材料はこんな店を回ってくる。色鮮やかな花束はいかがですか。日用品を手頃な価格で販売中だ。旅人、バイモン、ここにいたんだね。あ、バーバラ。うん、ハッピーベリーズブリュー。ブリュー祭はモンドで最も賑やかなお祭りの一つなんだ。この時期に会えるなんて嬉しいよ。ぜひブリュー祭を楽しんでいってね。そういえばゲオルグさんに聞いたんだけど、ブリューゼリーを集めてるんだよね。それでちょっと気になったんだけど、もしかして騎士団のチャリティーショップのお手伝いをしてるの？そうだぞ、オイラたちも騎士団の一員だからな。オープンに向けてあちこち走り回って資金調達をしてるんだ。営業を開始した後にどんなトラブルが起きてもきっとオイラたちなら乗り越えられるはずだぜ。さすが頼りになるね。あなたたちの助けがあればきっと今までにないくらい成功すると思うよ。以前騎士団が小規模のチャリティーイベントを開いた時に私もお手伝いに行ったことがあるの。とはいえその内容はお店の前で歌うことだったんだけどね。あ、そうだ、あの時吟遊詩人のウェンティにばったり会って一曲一緒に即興で歌ったんだ。彼の奏でるメロディーはとても古風で優雅でね。最初は雰囲気を壊すのを恐れてあえて小声で歌ってたんだけど、でも彼がハーモニーで私を導いてくれたの。そのおかげですぐに感覚をつかめたんだ。結果的にお客さんに喜んでもらえたし、商品もよく売れたからよかったよ。バーバラと吟遊野郎ってコラボしたことがあったんだな。それが残念だけど今回は時間の都合がつかないんだ。ブリュー祭期間中セピロス教会は景色が綺麗な場所で特別に合唱を披露することになってるの。私もリハーサルに参加する必要があって。おう、どっちもやりがいのある仕事だしお互い頑張ろうぜ。二人ともありがとう。
ここで歌うことはできないけど、他のところで力になれるよう工夫してみるよ。あ、みんなにあなたたちのお店を紹介するのはどうかな。例えば大きなポスターを用意したり、チラシを配ったりとか。あ、キャッチコピーもちゃんと考えないと。それからサインも入れた方が誠意が伝わるよね。それともやっぱり一人一人に声をかけるべきかな。おお、バーバラが宣伝してくれたら店の知名度も一気に上がるな。これくらい気にしないで。それにそんな風に言われるとちょっと恥ずかしいよ。もう少し考えてみて、他の人にも宣伝のアドバイスを聞いてみるね。それじゃあ旅人にパイモン、またね。その騎士団と教会のみんなもきっとあなたたちのことを誇りに思ってるはずだよ。おう、一緒に頑張ろうな。これでさらにやる気が出てきたぜ。オイラたちももっと頑張らなきゃな。この世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なの。よし、それ。
文書は3枚綴りで、その1枚は総務士。
でもいいのよ。十分だよな。ベルンハルトのところに戻ろうぜ。ベルンハルト、資金をたっぷり集めてきたぞ。もう終わったのか。なんという手腕だ。よし、僕の方も仕入れ先との商談が終わったところだ。少し待っててくれ。どうだ、いい感じだろ。もし何か他にも案があったらいつでも店の装飾を変えてくれて構わないよ。おお、いい感じの立派なお店だな。よし、オイラが店の名前をつけてやるぞ。そうだな、セピロスザーザーショップにしよう。それって褒め言葉だよな。ベルンハルト、他にオイラたちにできることはあるか。資金調達は大変な仕事だし、きっと疲れてるだろう。細かな雑務は全部僕に任せてくれ。代わりに君たちはその幅広い知識を使って経営方針や営業方法、サービスの特徴や品質管理などを考えてほしい。こういった専門的な話は他の店主から聞いたんだが、実はよく理解できていなくってね。でも重要であることは確かだから君たちに決めてほしいんだ。つまりオイラたちが店主としてお店の戦略を立てて、お前が店員として具体的な仕事を担当するってことか。そういうこと。僕は体を使うのが得意だからね。まさに道具として使ってくれ。おいおい、そこまでする必要はないぞ。オイラたち別に悪徳店長ってわけじゃないし。ベルンハルトは先に休んどけよ。オイラはこいつと経営戦略について話し合っとくから。よし、要点ははっきりしてるな。目標はフェア最高の料理店だ。さあ、ベストな状態で最初のお客さんを迎えるぞ。旅人とパイモン、まさかこんなところで会うとは思いませんでした。モナとフィッシュルじゃないか。お前たちもフェアに遊びに来てたんだな。ふっ、命名のうちに覚えた予感により、メギストス卿を連れて凡族の仮説を視察しに来た甲斐があったわ。このありふれた終日に条理より外れし気があるとは、実に素晴らしい。お嬢様は喜びの声を抑えておられますが、あなた方にお会いできてとてもご機嫌なようです。オズ、変に誇張しないでくれる？古本、やはり私から説明しましょう。先日、皇女殿下がいい夢を見られたそうで、近々何か幸運なことが起こるのではないかと、私のところへ先生術のアドバイスをもらいに来たんです。その際、武流祭が盛り上がっていることを耳にし、
一緒に行かないかと誘ってくれました。もちろん喜んで承諾しましたよ。執筆の締め切りに間に合わせるために祭りのセールでちょうどいろいろと仕入れる必要がありましたから。実は皇女殿下が教えてくれていなければ私は武竜祭が開催されたことすら気づかなかったでしょう。メギストス卿、今の話は補足する必要があるわ。あの夢は9日も前のものよ。その間メギストス卿から返事がずっと来なかった。だから私が直々にあなたの邸宅を訪問したの。待ってください、9日？あれからもう9日も経っていたのですか？早すぎません？でも今回の執筆はメギストス卿にとって極めて重要なもの。私も大目に見てあげるわ。ですがメギストス卿も注意された方がよろしいかと。郵便箱がびっしりと詰まっていたら音信不通になっていると勘違いされる方も少なくありませんので。モナは学問の研究に没頭するあまり時間も人に返事するのも、それからこんな盛大なお祭りがあることも忘れちゃってたんだな。とにかく時間がありません。早く必要なものを買いに行かないと。そういえばあなたが自分の店を開いているとは思いませんでした。しかも私が一番注目している料理店だなんて。実は人に頼まれてな。オイラたちのお店をよろしく頼むぜ。そうですね、おすすめのそのおつまみはありますか？もちろんいっぱいあるぞ。メニューには、あ、待てよ、おつまみ？まさか執筆がうまくいかないからってお酒でも飲み始めたのか？そういえばお嬢様がよく訪問されていたので、そのせいでかなり遅れが出ているのかもしれません。いえ、お酒も訪問もどちらも関係ありません。そう驚かないでください。以前皇女殿下の得意料理冷製肉盛り合わせをご馳走に、失礼、寄生シンフォニーでしたね。その味はこれまでに味わったことのないもので、一口噛むごとにちゃんとお肉の満足感があり、気づけば完食をしていました。まあお客さんに料理を楽しんでもらうのも料理人にとっては一つの評価だからな。冷製肉盛り合わせは本当に素晴らしいものです。エネルギーの補給ができ長期保存も可能。一般的にはおつまみとして食べられるものなんですよね。価格を除けば他の全ての面において満足サラダに勝っています。しかし考えてみてください。武竜祭はお酒をテーマとしたもの、つまりおつまみを割引価格で買うことができるはずです。まさにこれは天が与えし贈り物、しっかりと手にしないといけません。歓喜の声を上げなさい、メギストス卿。あれは私が旅の合間に思いついた作品に過ぎない。極上の料理を堪能する機会はまだまだあるわ。まだ本領を発揮していないとお嬢様はおっしゃっています。ええ、分かっています。皇女殿下の腕前はあの時の料理をはるかに超えているものでした。ただ進化の私が皇女殿下に料理を頼むなんて、いや、つまり家に来た客人に料理をお願いするなんてこと、せめてサラダ以外の品を用意できればお口に合うものを出せたかもしれません。え、モナはそんな風に思ってたの？こういう時は先を読んでいたとか対局を見据えていたとおっしゃった方がお嬢様にお似合いかと。あ、その通りよ、メギストス卿。私が認めたものとしてあなたは
星空の秘密を知り尽くしているはず。私を喜ばせる必要はないわ。別にいつもこんなに忙しくしているわけではないんです。それに時間の余裕があるときに他の分野を学ぶのは何も大変なことではありませんので。うん、オイラたちセピロスザーザーショップに任せろ。うちにはそのまま食べられるおつまみだけじゃなく、少し調理するだけで食べられるものもあるぞ。それぞれちょっとずつ買うのがおすすめだ。ちなみに少し調理するだけで食べられる方は失敗しにくいし、作るのもすぐ慣れるはずだ。難しい料理は忙しくない時にでも挑戦すればいいと思うぜ。もちろんモナの家に行って教えてやってもいいぞ。旅人は料理がうまいからな。ああ、それはいいアイデアですね。これなら多少値が張ろうとも構いません。ネギストス卿、あなたの傑作を心待ちにしているわ。それからパイモン殿の助言を念頭に置き、合理的に予定を立てるのがよろしいかと。ええ、今に見ていてください。今度私の家に来た時、格段に美味しいものをご馳走しますので。セピロスザーザーショップの初収益だ。そうだな、お客さんが気に入った商品を買う姿を見たらオイラも嬉しくなってきたぞ。誰かが必要としている商品を売るってこういうことなんだな。店主の仕事って案外楽しいかも。よし、この調子で店の名をとどろかせてやろうぜ。栄誉騎士とパイモン、いい知らせだ。僕たちに新たな助っ人が加わった。この二人の店主はチャリティーショップのことを聞いて仲間になりたいと思ったらしい。しかも収益も寄付するつもりだそうだ。え、寄付するって本当にいいのか？いいんだいいんだ。収入源が増えれば助かる人も増えるだろう。俺とポリーンさんも黙々と自分だけ稼ぐよりその方がいいと思ったんだ。今年のブリュー祭はお客さんが例年よりも多いので、早めに売上目標を達成できました。だからもう十分満足ですよ。あなたたちがお年寄りと子供たちのために駆け回っているのを見て、私たちも協力したいと思ったのです。あまり気にしないでください。はあ、なんだか心が温かくなってきたぜ。となると名前を変えないとな。よし、セピロスヒューヒューチャリティー連盟にしようぜ。力を合わせて今回のチャリティーイベントを成功させよう。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。セピロスヒューヒューチャリティー連盟の特製料理に日用雑貨、それからお花はどうだ。お、見ろよ、アルベドが来たぞ。やあ、元気かい。アルベドも何か買いに来たのか。必要なものは特にないけど、君たちが騎士団の店を管理していると聞いて来たんだ。ちょうどティマイオスとの研究に進展があってね。その完成品を少し持ってきた。チャリティーイベントに対するちょっとした支援だと思ってくれ。わざわざ支援しに来てくれたのか。おいら感激したぞ。うん、どれどれ。ボトルに入ってるのは特製酔い覚ましポーションだよ。酔いを早く覚まし、頭痛を効果的に和らげることができる。これを必要としている人に試供品として配ってみてくれ。そうすればより多くのお客さんを引きつけられるはずだ。こ
んじゃないか。おや、長い間僕の実力を見せてこなかったからかな。昔の僕ならこのような研究にあまり興味なかったかもしれない。しかし錬金術の成果物で人々の生活を便利にするのは素晴らしいことだろ。そうだな。オイラ酔っ払ったことはないけど想像はできるぜ。お酒を楽しんだ後に足を滑らせて湖に落ちたり、石につまずいて転んだりしたら、せっかくのいい気分も台無しだもんな。そうだ、この店の料理を持って帰ってクレイと一緒に食べてくれよ。オイラたちのおごりだ。ああ、じゃあ遠慮なくもらっていくよ。まさかこれほど見事な詳細を持っていたなんてね。料理店の立地が絶妙だ。祭りの雰囲気に合っているだけでなく、役割分担も合理的だよ。他の騎士団メンバーが担当していたら、きっと普通の雑貨しか売っていなかっただろう。お？アルベドに褒められたぜ。オイラ、酔い覚ましポーションを飲んだみたいに気分がいいぞ。でも、アルベドって意外とチャリティーショップに詳しいんだな。ああ、以前騎士団がチャリティーイベントのために雑貨を集めた時、風景画を十数枚ほど提供したことがあってね。アルベドの絵ならきっと高く売れるだろうな。パイモンの考えは一般的な商人と似ているようだ。確かに僕の絵を独特だと思い、投資価値を見出して高額で購入してくれる人もいる。以前のオークションで僕のスケッチの売り上げが良かったから、アリスさんも何かを感じ取ったんだろう。彼女は独自のルートで僕の作品にある認定を授けてくれた。確か特許という名前だったかな。その後多くの画家が僕の風景画を模倣してモンドによく飾られるようにもなった。アリスさんの特許のルールでは、画家はその類の風景画を売るたびに報酬の何割かを僕に支払わなければならないことになっている。だがお金の行き先に興味はない。その管理は騎士団に任せている。富は僕の目的じゃないからね。もし何に使えばいいかと聞かれたら、うん、アリスさんが壊したものの修繕費に充てればいいと答えるだろう。でも結局はチャリティー活動に使ったと聞いているよ。さすがはアルベドと言うべきか。結果は本意からそれたものだったけど、予想外の収穫を得られたし、僕も少しずつそれを受け入れたよ。ありがとう。じゃあそろそろ僕は工房に帰るよ。商売がうまくいくことを祈ってる。協力してくれてありがとな。アルベドも研究頑張れよ。時間があったらまた遊びに来いよ。エウルアとアンバー、お前たちも遊びに来たのか。探したわ。おい、わざわざオイラたちに会いに来たのか。もちろんだよ。あんたたちのお店ってばすっかり有名だからみんな噂してるよ。栄誉騎士と小さな白い助っ人がセピロスヒューヒューチャリティー連盟っていうお店でいろんなお宝を売っている。しかも不思議なプレゼント付き、見逃せないってね。なんだよ、結局オイラ小さな白い助っ人になっちゃったぞ。でもお店を評価してくれてるみたいだし嬉しいな。そういえばずっとエウルアとアンバーを見かけなかったけど、二人とも出かけてたのか。私たちには仕事があるからね。
え、ずっと仕事してたのか。正確に言うと、私とアンバーは騎士団の半休暇メンバーなの。ブリュー祭の期間中はドーンマンポートとモンド城間をキャラバンが頻繁に移動するため、警戒を強める必要があるのよ。魔物や悪党に襲われるからか。ええ、そうよ。遊撃小隊の任務はその2カ所の間を巡回すること、キャラバンの後を追い貨物を守る、さらには率先して攻撃を仕掛けたり、怪しい場所を調査したりして脅威を事前に取り除くってわけ。なんだか大変そうだな。もしかしてブリュー祭が終わるまでずっと仕事なのか。そんなことないわ。交代制でやっているからね。一組は見回り、一組は休憩、一組は予備隊として待機するの。これを一定の周期で交代しているわ。エウルアは経験豊富な隊長だからね。エウルアの的確な指示のおかげで厳しい任務もこなすことができたんだ。別に褒めるほどのことではないわ。今度機会があったらエウルアが隊長になったばかりの頃の話をしてあげる。すごいんだから。実はちゃんと用事があってきたんだ。エールは説明をお願い。ええ、君たちに騎士団特製北地のスモークチキン40人前とセピロスのカゴ付きお肉つみつみ40人前を用意してほしいの。とんでもない量だな。一度にこんな注文するのか。まさか騎士団でパーティーを開くつもりだな。どうして誰もオイラたちを招待してくれないんだ。そんな盛大なものじゃなくて、エウルアが隊員たちをねぎらうためなんだ。ええ、遊撃小隊のメンバーは日頃から体力の消耗が激しいから、1回の食事で 4,5 人前は食べるのよ。それに最近は古参の隊員が1人復帰することになってね。だからこの機にお祝いしようと思って、他で何か買うよりも資金を君たちのお店で使えばチャリティーのためにもなるでしょ。おお、一石二鳥のナイス判断だな。そうだ、エウルアの言う古参の隊員ってまさか前にあった。前線で活躍している測量士のミカよ。大団長と遠征に出る前はずっとうちの隊の主力だったの。やっぱりあいつのことか。あの恥ずかしがり屋の騎士がそんなにすごいやつだったなんて。ミカは決してあんたたちを怖がってたわけじゃないよ。若干遠回しだけど、それもあんたたちに対する敬意の表れなの。彼は強い人には独特の個性があると思い込んでいてね。その人たちを知り、考えを理解した上でより深いコミュニケーションを図るの。こうすることで気兼ねなく会話できるようになるみたい。最初は私とアンバーに対しても同じ感じだったわ。私たちのことをよく知ってからだんだんと自然体でいられるようになったの。そういうことだったのか。ミカって本当に変わったやつだな。ええ、今度時間があったらもっと接してみるといいわ。君は騎士団の重要人物、私は彼の上官として、お互いの誤解を防ぐ義務があるからね。そんなに弁解しなくても大丈夫だぞ。エウルアがあいつのために言ってるってことはオイラたちにも十分伝わってるから。あ、エウルア、私の分も払ってくれたの。私は遊撃小隊のメンバーじゃないし別で払うよ。君の分も私がおごるから遠慮しなくていいわ。エウルアとアンバーのおかげで一気に前日と同じ分のモラを稼げたな。栄誉騎士パイモン、朗報だ。二人のおかげで予想をはるかに上回る資金が集まった。大成功だよ。ヒヒン、どんなトラブルが起きてもきっと乗り越えられるってオイラ言っただろ。お店がうまくいったのは二人の指導のおかげだよ。収益はすでに
チャリティー資金の担当者に渡してある。今回のチャリティーイベントもこれで無事終了だ。感謝の気持ちを込めて二人に報酬を送ろう。さあ受け取ってくれ。もうお店を開くのも怖くないぞ。今後もぜひ一緒に仕事をしてほしい。おう、オイラもかなりいい経験になったぞ。またこんな機会があったら挑戦してみようぜ。ブリーズブリュー祭へようこそ。酒造りの材料は